はい、というわけでどうもマルトラです。今回はジャンプチなんですけども、本日お知らせ更新されまして新キャラの情報が来たんで見ていこうかなと思うんですけども、今日追加された新キャラはこちらというわけで武藤和樹さんというわけで、このキャラ武装錬金の主人公なんですよね。ついに主人公が来ましたか。これバレンタインイベントに、確かヒロインやったかながなんか追加されていたんですけども、なんで主人公こうへんねんと、まあ当時から言われていたんですけども、まあついに来たというわけで、まあ新キャラ1体目なんですけども、今回のイベントどんな感じなんやろな。まあおそらくいろんな作品からかいつまんでやるっていうイベントになると思うんですけども、そうなったらさ、サイレンも来るくないか。なんか武装錬金とサイレンってセットみたいな印象があるんですよね。サイレンも今現在主人公いないですよね。主人公男の子やんな。おそらくいないと思われるので、なんかワンチャンクリアもしれんなみたいなことも想像しながらいるんですけども、明日以降も情報追加されるというわけで、明日の12時かな、また新キャラ何が来るか楽しみですわ。